ビンゴ本庄駅は、広島県福山市本庄町中3丁目にある、西日本旅客鉄道福縁線の駅である。福縁線の前身である両備内鉄道時代には、路線から外れていたが、国鉄買収後の1935年に、現在の横駅福山駅間が新設され、1940年2月1日に、当駅が開業した。府中方面に向かって、 左側に単式ホーム一面一線を持つ地上駅である。かつては相対式ホーム二面二線であったが、横駅の交換設備復活に伴い、東側ホームが使われなくなって、このようになった。使われなくなった対向ホームには、桜が植えられており、国鉄時代の駅名標がそのまま残され、復塩線開業100周年を迎えた2014年7月には、 元のデザインのまま再塗装されている福山駅管理の無人駅。1988年に当駅が最寄り駅だった広島県立北洋高等学校が明王大団地へ移転して広島県立福山明王大高等学校となり利用客が大幅に減少した影響から1991年頃に簡易委託化したがしばらくして無人化され 1990年代中期頃に、駅舎が撤去されブロック済みの待合所のみになっていた。その後、アイコカ導入に伴い待合所の背面部を切り開いた上でその前に簡易駅舎が設置されたが、数ヶ月後さらに増築され現在の姿になった。駅舎改修と同時に、アイコカ対応の簡易式自動改札機及び自動券売機が導入された。アイコカ利用可能駅。 愛イ化導入前の旧駅舎1日平均の乗車人員は以下の通り、茨鉄道茨線の列車も1日3往復のみ乗り入れている。ありがとうございます。